断食ダイエット今日からスタートしました。7日間の断食ダイエット、毎日動画を通じて実況していきたいと思います。でこの、取り組む目的なんですけれども、一つ目は、デトックスしたいからなんですね。もう体の大掃除です。で二つ目はこの今の体型をキープしたい、そのためにします。そして三つ目は、免疫力をですね、やはり高めていきたいんですよね。でこの3つが目的で、まあ、今回断食ダイエット取り組んでいるわけなんです。で私以外もですね、このクライアントの方が、まあ、取り組んでくださっている方がね、多くいらっしゃってるんですけれども、でその中のお一人が今日、まあ、たまたまサロンにいらしてて、実は初体験だったんですよね、この断食。そうしたらやはりこの取り組むまではすっごく、まあ、不安だったんだけれども、その方がおっしゃるには、先生実際やってみたら案内できましたっておっしゃってくださって、もう特にそんなに空腹で辛いこともなかったですし、また頭痛や吐き気も出なかったですし、もう何よりもやっぱり体重がね3キロ減ったことが嬉しいですってね、ご報告してくださったんですよね。もう本当に嬉しかったです。ですから、私もですね、この動画の中で後ほど私の体重も公開いたしますので、ぜひお楽しみにされていてくださいね。では早速ここで本題に入っていきましょう。まず全体像です。こちらファスティング7日間かけて行うんですね。で初日と2日目は準備期2日間です。で3日4日5日はファスティング期、まあ、要は断食3日間使います。そして6日7日はその回復期に2日間使っていきます。で本日私はここ準備期の初日なわけなんですね。で、まあ、朝からもうすこぶる会場にまあ過ごしてきてるんですけれども、もう今夕方です。ちょっと休憩時間にこの動画撮っております。でまた3つのポイントを、使って私がその初日どのように過ごしているのかということを今からお伝えしていきたいと思います。1つ目です。まずはですね、体を慣らすことがとっても大事。なぜかというと、そのファスティング期の体調また結果を左右するのはこの準備期だからなんですね。例えば何のウォーミングアップもなしに試合に臨みますかということですよね。もうそんなことしてもパフォーマンス上がれないですよね。ですからいきなり断食をするのではなくて、そこに向けて体を慣らしていくのがとても大事なんですよということで、まあ、今日も過ごしているわけです。では具体的に何をするのか、2つ目です。もうこれはですね、腸内環境を良くするための取り組みをしているんですね。で何をしているかというと、腸内環境が整う食事をとっているわけです。でここでこう普段ですね、まあ、取っている食事をちょっとお休みにするんですよね。例えば高タンパク高脂質の食品、お肉であったり卵乳製品などです。また普段こう飲んでいるなんかアルコールですとかカフェイン飲料ですとか甘いお菓子は完全にカットです。でもちろん体にこう有害な、まあ、添加物であったり農薬等々も油とかですね、もうカットなんですよね。ですので、まあ、私は日頃からこの準備食にこう近いようなものをこう美味しく食べてはいるんですけれども、まあ、ここで完全カットというのは先ほどお伝えしたまあ食材になるわけなんですね。でまたこの腸内環境が喜ぶためにはこう痩せ菌と呼ばれるこう善玉菌をしっかりこの準備期で育ててあげる必要があるんですよ。この痩せ菌がいないと、あなたはいくらその食事制限をしたり、まあ、日頃運動を頑張ったとしても、もう絶対に長期的に痩せることはできない。なぜかというと痩せ体質になっていないからなんですね。ですから腸内環境を整えて痩せ体質をしっかり作るということがとっても大事。では3つ目です。では具体的にその腸内環境を良くするためにはどんなものを食べているんですかということなんですよね。でここでこちら覚えやすくするためにまとめています。まごは優しいの頭文字の食材を食べてください。まは豆類です。ごはごま、ナッツとかですね。でわはわかめなどの海藻、やはお野菜、さはお魚、しはしいたけなどのきのこ類で、いはま芋類ですよね。でまた腸内環境を整えるためには
発酵食品、水溶性食物繊維、オリゴ糖、EPA、DHA などをしっかり取りましょうねということなんです。そこで実際のその私がですね、今朝食べた純力初日のその朝ごはんメニューを紹介していきたいと思います。ちょっとお写真と一緒にちょっとご説明していきますね。まずはその玄米もち麦入りご飯に具沢山のお味噌汁なんです。でプラスなんとこれ定番です、毎日の私の定番。そしてお野菜はここがぬか漬けですね、とキムチ、あとはそのタンパク質は今回そのお肉や卵食べれませんので厚揚げ豆腐にしました。でここでおすすめ2品詳しくご紹介しますね。1つ目は玄米もち麦入りご飯のそのもち麦なんですけれども、私何食べてるかと言いますとこちらです。大分県産の珍しい紫もち麦なんですね。これものすごく食物繊維豊富なんです。でね、もうもちもちプチプチしてすごく美味しいんですよ。もう大好きです。でこれを混ぜて炊いたりとか、であともう一つはそのメインのおかず作る時ってその朝忙しいじゃないですか。もう手の込んだこととかも私もできないんですね。もう簡単でかつ腸内環境が整って栄養価があるもの。そこで今回取り組んだのはその厚揚げ豆腐なんですが、ここでその下ごしらえにポイントがあるんですね。必ずその50度のお湯で私洗うんですよ、いろんな食材で。この厚揚げ豆腐も今朝洗ってます。で洗って油抜きをした後に、多少その油残ってますよね。でその油残った油を使ってそのままフライパンに油を引かずにこんがり焼くだけなんですよ。でそのままでもすごく美味しくて好きなんですけれども、ここでそのキムチをですね食べる直前にのっけて食べる、めちゃくちゃ美味しいです。もう大好きです。もう超簡単ですよね。もうこんなにもう何もせずもう切ってのせるだけみたいなね、私こういうねレシピ大好きなんですよね。なので今朝もそのメニューで食べたわけなんです。そして先ほどの孫は優しいの中で朝食で入ってなかったのが、ごまと芋類が入ってなかったですね。なので私今晩夜はわかめかな、海藻系もなんか、ひじきちりめんじゃこごまふりかけをかけた玄米ご飯と、あとお豆腐ベースの水炊きにその里芋とかお芋系入れたら、先ほどの孫は優しいが全部クリアなんですね。1日かけてクリアするっていうのをあなたもぜひ取り組んでみてくださいね。楽しいですよ。さあいかがだったでしょうか。まとめです。何が大切かと言いますと、断食ダイエットをするためには必ず準備期が必要なんですよ。ちゃんと体を慣らしてウォーミングアップして本番に備えて、パフォーマンス上げていくために準備しましょうねということなんです。そしてここで、ファースティングをすることに向けて その私の体重公開ですよね、今からさせていただきたいと思います。現在ですね、私体重が 43.5 キロになっております。ここからのスタートになります。でまたこのチャンネルですね、美腸活チャンネルです。どうやったらその綺麗で健康で痩せることができるのかというその情報発信をしております。ですのでぜひ高評価ボタンですとか、あなたもチャンネル登録していただいてどんどんご参加くださいね。それではまた。